まあこの断捨離っていう言葉がはやるようになったとっいうかまあ余分なものをまあ持たないとまあでその人生においてまあ余分なものを持たずにまあ必要最低限のものだけを持ってまあ生活するっていうのがまあ断捨離なんでしょうけどもまあ実際もう自分自身もまあ,ありとあらゆるものを実は断捨離してますあのまあ当然ですね まあこの大きな苦難の時にまあお金とかですねまあ名誉や地位っていうのはまあ全く役に立たないんでまあす全て物だけじゃなくてですねまあ自分の考え方もですね実はもう断捨離してます。で実際ですねもうその大きな苦難がかなり近づいてる中でまあもうお金にとらわれても仕方がないということでまあ大きな苦難が来るまで。 なんとか生活できればいいかなっていうぐらいしかお金の価値は実は今は自分の中にないですでじゃあ何がメインかっていうともう刃物だけですで自分が揃えたまあ大型刃物だけがまあ必要であってまあそれまではですね、まあ、多少のまあ酒とですねまあつまみでもあればなんとかなるかなとあとまあ必要最低限まあ結婚してますんでまあその なんとかその大きな苦難までやっていけるだけのまあお金ですねまあずかなお金があればまあなんとかなるかなと今は思ってますですからもう全てにおいて今うーん断捨離をしてますね自分の中ではまあもういろんなものを整理してますで、まあ、全て持っていけないんでしかもそれがですねもう,あのもう間近に迫ってるって中で、まあ、実は真剣にやってます でまあいつですねまあ問題で分かってますけどもその大きな苦難が来てもいいようにですね、まあ、準備だけは淡々と進めてますねですからあの、まあ、信じてくださる方は、まあ、5つのことをですねしっかり継続していただければと思いますでどちらにしてもですねあの大きな苦難に入った時に、まあ、名誉や、ね、地位や、まあ、お金といったものは全く役に立たないんで もう5つのことをしっかりやっていただくだけということですね。まあ今日は以上です。ありがとうございました。